はい、どうもこんにちは、カジマックです。今回もあれあのエクワードたくさん連呼します。なんで Amazon のあれが搭載されている端末をお持ちの方、今近くに設置されている方はマイクミュートボタンを押してから、あれが誤動作しないようにしてからこの動画をご覧ください。はい、それでは始めていきます。あれから少し使ってみたこのエコーショー、ただ今回ちょっと辛口なお話になりそうなんで、まずエコーショー気に入ってご使用されているユーザーさん、そして Amazon さんにお詫びします。すいません。でそういうお話が苦手な方はここで動画をストップお願いします。とはいえこういうデジモノガジェット、特にまだ開発から日の浅い端末なんで、用途やサービスの追加アップデートによっては今後劇的に使い勝手が変わる可能性もあります。っていうか今回お話しするのはそもそも僕が数日使ってみただけのほぼファーストインプレッションです。ただそのファーストインプレッションとして僕には合わなかった、この一言につきます。ただ皆さんは僕じゃないし、僕は皆さんではないです。あくまで僕が感じた一つの事例としてご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは始めていきますね。今回新たに購入したエコーショー、過去に何度となくご紹介してきた Amazon のスマートスピーカーエコーシリーズに大画面 10.1 インチディスプレイを搭載した最新モデルです。エコーシリーズにできることは全てできた上で、画像映像を使うことによって聴覚だけではなく視覚的にも情報を提供することができる据え置き型の大型デバイスです。先行して発売開始されたあの奥にある丸っこいやつ、エコースポットもほぼ同様の機能を備えてたんですけど、はい、パッと見でわかりますよね。この画面のサイズの違い、そしてためらわず大型化を図った結果と言えるのか、この背面のスピーカースペース、音質もかなり向上していて、音量も含めて十分満足できるレベルまで到達してます。オーディオファンには受け入れられないかもしれないんですけど、例えば家事の最中に BGM 流したい時とかには十分。エコーやエコーショーの落ち着いた音質はむしろ僕は評価してます。特にエコーショーは NHK フラッシュニュースや YouTube に Amazon プライムビデオ、そういった映像コンテンツを楽しむというか日常的に取り入れることができる域に到達したと感じました。キッチンに設置すればクックパッドを読み上げてもらいながら音声だけで指示ができて便利、複数タイマーをセットしたりもできるし、汚れた手で画面に触れる必要もないんで、このあたりもタブレットやスマホと一線を画する部分と言えます。さらにスマートホーム化もかなり簡単に現実味を帯びてきます。実際僕の家での家電オンオフは完全に、しかも快適にアレクサに定着してます。はい、今反応しましたよね。これぐらい反応いいわけです。はい、ちょっとミュートしておきます。あとビデオ通話も気軽に簡単に行うことができて、例えば遠く離れた友達や家族とはもちろん、家の中でも別の部屋とのビデオ通話が可能なんで、一部屋に一台ずつ完備しておくと便利でスマートなネットワークにもなり得ます。いや、これほんとハマると超絶便利。土定着の可能性はビンビンなんですけど、そこにハマらなかった僕のお話少しお聞きください。まず僕ん家のリビングにはテレビがあって、デスクトップパソコンがあって、ノートパソコンがあって、 iPad も Android タブレットもあって、もちろんスマホもあります。いや、まずこのエコースポットはおろか、エコーショーですらビデオオンデマンドサービスを見ないんすよ。特にテレビにはこれ、この前これと同時に開封した Fire TV を設置してるんで、どうやってもそっち行っちゃう。片やリビングの大画面テレビ、片や 10.1 インチディスプレイと、いや、そうなるとやっぱりテレビになるんすよ。で、寝室ならタブレットになるし、それ以外ならスマホやノートパソコンっていう感じ。なんでせっかく大画面を搭載したデバイスなのに動画を見ないんすよ。でもね、さっきも言った通りすごくスピーカーがいいんで、BGM を流すにはかなりいいです。でも、うちの場合はすでにエコーがあるんで、ここも出番なし。で、ついでに言うとこの2つ、エコースポットにエコードット。この2つはスピーカーがいまいちなんで、ここも出番なし。ビデオ通話に関してはほんと便利だと思うんですけど、はい、これ僕の場合、プライベートで電話すらしない。いや、むしろ電話嫌いな僕にとっては全く不要。そしてさっきもお話しした、キッチンに立つ時の相棒としては本当にいいと思ったんですけど、はい、これなんすよ。とにかくでかい。置き場所に困るわけです。となるとむしろキッチンなんかで使うには、こっちのエコースポット、一般家庭には向いてるかもしれません。
で、僕はデスクトップパソコンの置いているデスク付近に設置しようと思ってました。実際エコーショーが来るまではエコースポットを置いてたんで、はい、ただ前にもお話ししたようにエコースポットは完全に置き時計になってました。つまり僕はすでにエコースポットと僕の相性、これが合わないことに気づいてたわけです。ただこのエコーショーの大画面と良質なスピーカー、これならワンチャンあるんじゃないかと使い始めたところ、どうやらそこも合致しない。こっちと相性悪かった分だけ見切りも早かったわけです。で、最初に戸惑ったのはこの大画面で常にディスプレイが点灯していて、デフォルトでは結構その表示が変わること。いや、この大きな画面でエコーショーを気にしてない時に画面が切り替わったりすると、リビングのどこにいても視界の端っこで動くものを感じる違和感。そこで設定して時計だけを表示するようにしたところ、それでもやっぱりエコースポットと違って気になるんすよ。はい、このアレクサを試してみて表示、これを消すことはできないし、画面の色もちょいちょい変わります。そこで設定を見直して、常時お休みモード発動、普段声をかけるまでスリープする状態にしました。するとそれはそれで、はい、これわかります？グレアパネルでかなり反射します。デスクに置いてると結構気になるんすよね。で、またテレビの音声に反応したり、何かのきっかけでパッとディスプレイがついたりすると、やっぱりそっちに目が行って、ハッとなったりするわけです。で、そうなると、どうなります？はい、結局置き時計化したエコースポットより、置き時計としてすら使ってないことに気づくわけです。これがこのエコーショー、たった数日で僕がコンセントから AC アダプターを抜いた全ての流れです。はい、あくまで僕の使用環境下でのお話なんで、ほんと参考程度にお聞きください。ただ僕の場合でも、もしも当てはめると十分メインスマートスピーカーとして定着する可能性はたくさんあります。例えばエコーを持ってなかったら、 Fire TV を持ってなかったら、デスクトップパソコンがなかったら、タブレットを持ってなかったら、足し算引き算でスポット収まるベストポジションもあるんじゃないかと思うわけです。ニュース見れて、 YouTube 見れて、プライムビデオ見れたら、いやもうこれテレビいらないわって方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。っていうことで、ここに並べた買ったけど使わなくなったエコーシリーズにしても、この旧モデルのエコードット、今激安で販売されてます。これだけだと僕は使わなくなってたんですけど、お好みのスピーカーを接続することで、エコーやエコーショーを超える音質を持ったスマートスピーカーに変身します。同じくエコースポットも有線でスピーカー接続可能だけど、このエコーショーは Bluetooth 接続しかできないという面もあります。で、さらにこの旧エコードットは、はい、これ、唯一マイクロ USB で電源が取れます。モバイルネットワークやモバイルバッテリーやスピーカーと組み合わせることで、アウトドアでも手軽に Amazon Music を楽しむことができたりします。はい、ここ新型のエコードットは専用アダプターになっているのでご注意ください。つまりこの旧型エコードットでしかできないこともあるわけで、とにかく僕が言いたいのは、こういうスマートスピーカーを生かすも殺すもユーザーの環境次第で、ただそういった環境をわざわざ合わせて使う必要もないし、でも今導入して便利になる方は、逆に躊躇せずにどんどんトライしてみることをお勧めしたいということです。今回ご紹介した商品のリンク、全部説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。にしても待ち遠しいのは、ショーモードドック。はい、これ FireHD8、 これ専用のクレードルなんですけど、エコーションに近い状態にできる機器です。確か過去にもお話ししたことあると思います。このショーモードドックが進化して日本で発売されることを切に願ってます。で、なんともうすでに現物をお持ちの方もいらっしゃいます。まだ充電スタンドとしてでしか日本では使えないんですけど、気になる方はレガリアさんの動画ご覧になってみてください。はい、今回いろいろ言ったんですけど、僕は Amazon にどっぷり、これからも Amazon デバイスはどんどん触れていきたいと思ってます。ということで、今回エコーショーを少し使ってみたっていうお話でした。まだお済みでない方はチャンネル登録、コメント、高評価もお待ちしてます。ではまた次回、カジマクでした。うふふ、歌いますね。ドキドキする、ワクワクする、わーよわーよわーよわい、私はここ耳傾けてる、はよはよはよはい、何か